でおっちゃんに、頑張れみたいな。なんかもう市民球団だし、太陽の稲って球場来てるやつ一人もいないな。大木田中アスリートチャンネル。さあ、ここではですね、アスチャンでは人気の恒例球場列伝に関して、野村さんと西さんにハマスタについて伺っていこうと思いますが、野村さん、まあ、ハマスタ何年通われました？まあ、コーチも含めて20年以上通ってます、今でも通ってるじゃないですか。そうですね、はい、もう40年とか。いや、そこまでいかないですね。30年ぐらい。まあまあまあ、40年近くなりましたね。はい、でも、西さん、ドームと、東京ドームとハマスタの周りの雰囲気、はい、全然違いますよね。まあ、そうですね。そうですね、僕は12球団で取材に行って一番楽しいのはハマスタですね。いや、なんで？空気感が、うん、もうあの街の中にあって、いくらでもサボる場所あるじゃないですか。サボる、まあ、だって言うたら公園の中に住んでるからね。中華街あって、みなとみらいあって、横浜でも買い物できて、まあ、一番楽しかったですよ。最高ですよ、はい、立地はいいですよ。立地めちゃくちゃ流れてる空気もすごい良くないですか、です裏の公園とか、はいはい、見に来てる人楽しいですよね。ご飯も食べる。野村さん入団した時のハマスタまた雰囲気違いました？全然違います。人工芝カッチカチですよ。でね、太陽時代じゃないですか。太陽ですよ、太陽、太陽時代ですよ、はい、でバッティングしてる時ね、僕ら公園走らされてましたからね。あの裏側の公園ですか？レフト側のところ、走ってましたよ。人がフロフロで、当時太陽弱かったでしょ。柵とかなしでですか？ないない、全然誰もに、コーチしかいないですよ。そこ走らされてました。え、そうなんですか？そうですよ。でおっちゃんに、頑張れみたいな。なんかもう市民球団ですね。そうそうそう、草野球の延長線上みたいな。だってまだ神宮の方が柵あるじゃないですか、うん。あれもないところで、で公園で普通に土のところ走れて。西さん知ってました？それ、いや知らないです。ジャイアンツじゃ考えられなくないですか？まあ、考えられない。じゃでも、まあ、それ言ったら、でも昔もジャイアンツ球場ですけど、はい、駐車場までファンの人入れましたからね。あ、そうなんですか、うん、そんなもんですよ。え、車まで行けるんですか？車のところまで入ってこれた。西さん乗ってる車のところはこうやってドア叩いて、うん、サインくださいとか、行けるってことですか？ドア叩いてどころか、バーッと来れたんです、じゃあもちろんメディアも行けるし。まあ、そうです。ちょっと立ってから警備員さんが立つようになったんです。へえ、うん。ハマスタでこう球場的に特徴的だなって思うのって何かありますか？ハマスタあるあるみたいな。まあ、もちろん、サロンでのね、チャーハンの上に目玉チャーハン、目玉チャーハンのって大好きですけど、何かありますか、野村さん。ハマスタといえば、あれ昔あそこアメフトもやってたんですよ。あ、そうなんですか。あれファールグラウンドがこう動いて、はい、こう円になってて、今野球だからこうなってますけど、あれがこう動いてこう長方形になってアメフトやったり、ああそうですか、 J リーグの開幕もあそこでやったりしてるんですよ。93年。そうだった、あそこに人工芝。そうでしたっけ。そうやってるんですよ。だからマウンドも昔下がってたんですよ、うん、あ今も下がるでしょ多分。下がる、今も多分下がる。アメフトとかやってるんで下がると思う。下がるってどういうこと？削るんじゃなくてこう真ん中からうーんと下がるんですよ。あ、そういう作りだったんですか、はい、あれだってほらベンチ裏と、ベンチ裏に行くときにこう、間が空いてるとこですよ。はい、あれが動くって。あれ動くんですか？あの裏、猫いっぱいんだから。いたね、ちょうどで入ってくる。たまに試合中ね。ちょうど入ってくるって。猫いっぱい。いや、たまにニュースになりますもんね。猫登場してね。雨来ない、暖かい。あそこでみんなゆっくりしてるんですか？猫はね、お利口にしてますよ。ね、ニュース作ったことあるでしょ、そういうニュースね。あそこにいるんですか？猫お利口にしてますよ。へぇ、あ、じゃあ動くんですね、ハマスタ。今は動かなくなってんじゃない？今は聞いたことないです、ね、動かさないですよね、今はね。だから札幌ドームみたいな形になるっていうことですよね。札幌ドームは縦型みたいな、奥から入れてきた。札幌ドームは全部入れ替えるんですね。あ、あれ入れ替えるんですか？バックスキーの方出るとサッカー一面 の普通の天然芝があるんですよ。はぁ、ピッチャー陣はそこで天然芝で走ってました。あ、そうですか。へぇ、ブルペンはどうでした？ボロボロでした？昔スタジアムですか？はい、ハマスタはどうなんですか？今は綺麗かなと思いますけど、だからこの柱があるから意外と投げにくかったりはありました。あ、なるほどね。これ西さんどうですか、スタンドから聞こえてくる声って東京ドームとハマスタ違いますか、うん、距離とか聞こえやすさとかヤジとかっていうのは。ハマスタはヤジはあまりないですね。へぇ、うん、なかったです。だその弱い時、まあ、僕ら現役の時弱かったので、はい、たまにありましたけど、
あんまりこう辛辣なこうな何この野郎みたいなのはそんなにない。品はいいですね、横浜のファンの方は。変わりましたね。あ、うん、感想もホエールズ時代と変わったって。違ったですね。大変でしたか、ホエールズ時代は。いやでもそんな悪い人はいないんですけど、うわーわーって言うじゃないですか、はい、で丁寧に話すと、お前ええやつやみたいな感じになるんですけど下がってくれるんですね。そうそうそう、だからもともとやっぱりやっぱ横浜ファンはあったかいですよ、はい、あったかいです。あったかいですか。いや今もうなんかちょっとハマスタ行くのはおしゃれみたいな感じじゃないですか、うんうんうん、ファッションの一部みたいな感じで若い子たちみたいな。ユニフォーム着てね、ね、昔太陽のユニフォーム着て球場来てるやつ一人もいない今逆にいるからね。今当たり前のね、今逆にそうでしょ、俺らの時いなかったのにみたいな。当時いないっすよ。確かにそうですね。今だってもうだって電車から来てますもん。で中華街とかでもユニフォーム着て歩いて、はい、そのままご飯食べたりしてるじゃないですか、はい、なかったっすか。あの小声ですけど拾えてますか、大丈夫ですか。今日は顔も声も大丈夫です。大丈夫、字幕だけ適当に出しておいてもらえれば、はいはい、ありがとうございました。これアクセリアさんで借りるとおいくらぐらいですか、はい、これは1日15,800円です。強くなりたい、今よりも上を目指すから大きくなれる。世界で戦うアスリートを目指すみんなの味方、成長期応援サプリメント、セノビル。